はい、シングルベッドタブ解説ですね。いつも通り、はい、レギュラーチューニングですね、やっていきたいと思います。まずイントロですね。これ本当は別にどこからでもいいんですけど、一応2フレットから7ぐらいまで、7ぐらいまでじゃない、7までは絶対ですね。スライドは適当でいいです。7ぐらいまで、とりあえず7まで引っ張ってこうですね。でなるべく指変えない方がいいので、僕はここからここで小指と中指入れ替えるだけですね。これ入れ替える、これだけで Am に入って A 音 B、 ここの5フレット小指になると思うので、この小指そのまま持っていって、人足もそうですね、こうグーッと持っていって、もう一回こっちに入ると、で D、 D7 で G に入ると、ほいで A セクションに入る、で大丈夫ですね。 F シャープマイナー7、僕は親指でベースを押さえてるので、こんな感じでこの中指の2フレットをこっちに持ってくる感じで B7 に入ると、うん、これ別に他の指でもいいです。こんな感じでもいけますね。で C に入って、うん、ここも親指は、2フレットベースですね。で G で Bm7、Bm で大丈夫ですね。Bm7、これスライド Bm、 うん、で次のページですね。 C コードそのままですね。 D スライドして戻る、うん、でまた親指でですですね。ちなみに親指じゃなくてもいけますんで、この辺はもう好みで。 G4 一緒、こんな感じ、特に大丈夫ですね。ここの D は一回ベース外しちゃっていいですね。この押さえっぱなしで弾くと大変なので、うん、一回ベース外してこうやってベース入れ、ベースじゃない、メロディー入れちゃって大丈夫です。でここから B セクション、こういう指使い何でもいいですね、ここね。で Bm7、 うん、Bm7 は僕は人足指と中指で押さえてます。3フレット小指ですかね。C Bm7 で C、ここはね小指でいく、あ中指でいくと楽ですね、ベースを、うん、みたいな感じ、うん、次のページ Bm7、 ここも人足目中指で、ここハンマリングなんですけど、これは薬指ですね。で小指でみたいな感じでいくと楽じゃないかなと思います。 C で Am に入って B7 ですね。ここですね。でこうやって人足指薬指でハンマリングしてずれて、こうまたこっちに戻って、今度は人足指スライドしてこう入ります。うん、でこういう感じで上がっていきます。 B7 からですね、部分制覇ですね。でそのまま E のコードにストロークで入ると、これはサビの頭ですね。 C セクションのサビの頭です。 E でストロークして、ここからメロディーで、僕の指使いは薬指小指スライドして戻る、また人足指ですね、はい、で G シャープマイナー7、こういう感じですね。僕はで人足指が1弦で、この2本をこっち下に下ろしますね。1個弦を下に下ろしてこういう感じですね。でこれちょっと入りにくいんですけど、頑張ってとりあえずこのベース音とこいつを制覇で入ればこんな感じですね。どうですかね。これで小指でスライドして4フレットの時に制覇、これ制覇して G シャープマイナー7に入ると、で一発ストローク、開放弦の時に移動して A に入ります。僕は中指薬指小指で押さえてて、そのままずらす、またさっきと同じ G シャープマイナー7、同じ押さえ方です。でこの時に薬
薬指と小指がここにあるので、こいつをずらして C シャープマイナー7に入ると、こう、なんか結構意外と行きやすいです。でさらにこっちに行って A アドラインス、ここから2フレットスライド、会話の時に移動しても形頑張って作ってこう入りますね。はい、で A 音 B から B7、 ここでストローク入れますね。うん、 E で一緒です、ほぼ。あ、ここは違うんだ。2回目はここで B7 に入ると、で B7 に入ったらこのままベースを中指で足すだけです。 C ディミニッシュ、はい、僕はこんな感じになってて、このまま C シャープマイナー7に入りたい。うん、あ、人差し指下げた方がいいですね。こうか、もうさっきと一緒ですね。で今度は1弦を小指でスライドして、同じく4フレットの時にはバレーする、 G シャープマイナー7、これハンバリングです。で A、 B7 に入って、あ、 B7 これ開放弦が出てくるので、1弦の B7 の1弦浮かしたバージョンですね。でバレーする、こういう感じ。そしたらこのままバレーをちょっとずらして E に入る、そうで制覇したままです。E から B on D シャープ、そのまま C シャープ7、意外と行きやすいです。こんな感じ、あんまり指が変わらなくていいですね。 E からこうからこう、うんですね。で開放弦の時に移動して A アトネンス入って、あ、 A アトネンス僕押さえ方は人足指で A を作って小指でこれ9ス足します。A マイナー、小指でスライドして E、うん、適当にストローク入れて、ここの D のコードはアタックしながらのストロークでちょっと一発気合い入れる感じです。で C に入る、うん、ごめんなさい、コードの C ですね。セクションは D に入りました。 D セクション C からここ小指で押さえて、小指でスライドで小指そのまま戻してこっちに入ります。 E、 うん、でも一緒、これ最後の2フレットの時にバレーしちゃいます。で A on B に入る、そのままそのまま B7 ですね。でリピートで戻りますよと、うん。で2回目は2カッコ飛んで A アットナインスから A マイナー、うん、今度はこの1弦の開放弦がメロディーなので、これちょっと強めに出して残しながらアウトロに入ると綺麗ですね。うん、だからちょっとこいつちょっと強めに弾いてあげて、こっちは弱く弾く、そうするとなんかこう被った感じになるんで綺麗ですね。これイントロで一緒ですね。 D からここもちょっとね、手首返さないといけないんできついんですけど、 D からまずこうですね。一弦の開放弦鳴らすんで、人足指さっきと同じです。開放弦でここで制覇し直す感じ、うん、で最後は E の、このコード結構きついんですよね。 E のアットナインス、きつい人はもう普通に E でも全然問題ないですね。ちょっとなんか響きが豊かになる感じですね。はい、という感じなので、ぜひやってみてください。どうもリゾーでした。